はい、ナパンです。コンストラクションシミュレーターの続きを遊んできます。よろしくお願いいたします。前回、この、あれですね、モーテルの看板をつけたっていうところまで終わらせて、まだチュートリアルなんでしょうね。ちょっと早く行かないとあれだな。これ怒られるな。で、ガソリンスタンドまで走行するっていうミッションなんですかね。ガソリンスタンド見えてきましたかね。あれだよ、なんか目標になって、なんか1700m先ってあれなんだろう。なんかどんどん遠くなっていってるような気がするんですけどね。おい。あ？製材所？ガソリン、あ、お？これはどこに向かってるんだ？このナビに従った先に何があるんだろう？え？え、これ何かを受け取らないといけない？もしかして、ここで。左上のミッションでガソリンスタンドまで走行するって書いてるものの、なんか木材持ってこないといけないか？けど、そういうナビはないですからね。まあ、時間もったいないんで、ファストトラベルしましょうか、ここで。なんか一切セーブされないまま終わっちゃいましたね。なんだ？ただ、Uターンのために、ちょっとナビが変わってたのかな？そうすると。うん、ここに一番初め、ナビが表示されてたんで行ったんですけど、関係なかったのか。で、ファストトラベルすると、処理落ちすると。今頃ゲーム保存しないでよ。あ、やっぱりミッションは、あれだったんですね。違うよ。ミッションはガソリンスタンドまで走るっていうのは正しかったんですね。で、駐車すればよいと。どこ？あ、また、いらっしゃいましたね。あ、ダメ？駐車するって、今駐車スペース、あ、これかな？これ？あ、違う？これ難しいな、駐車するっていうミッションが。ハペさんと話すと。This gas station owned by Pete and his wife Helena has been losing money for some time. But now that more tourists are stopping here off the highway, they want us to build a new tank. The old tank is already waiting for you to lift it out of its pit. I also got a backhoe loader for you, so you can refill the pit when the new tank is installed. Then put some concrete on top and you're done. Piece of cake, right?じゃあ、
この古いタンクを、取ってから新しいタンクに切り替えてあげればよいと。あれ？こんなに、バックとかが、カメラ、額が変わってたっけな。ここら辺に止めるのが一番、良い気がするんで。じゃあ、とりあえずだな。これは横にして、あ、なんかマイナスになりましたね。これあれか。ぶつけたら来る。このトラックとかぶつけるとダメ？多分そういう罰金なんでしょうね。さっきなんか。右上が赤くなったような気がしたんで。よし。これで、古いタンクを積み込んで、新しいタンクを、設置してあげればいいんですけど、届くかな？届くでしょう。よし。これで、引っ張って、また新しい。タンク、大きくするとかじゃなくて完全に、あ？なんかの修理マイナス、あ？何？回転するとマイナスになっちゃうの？なんか、なんちゃらの修理マイナス100円みたいな表示見えたんで。何か悪いことした？ただ回しただけだよ。よし。ドンと置いてあげると。で、一旦ここでリセットして戻してあげて、ちょっと邪魔になると思うんで、走行モードで。ここら辺に置いときましょうか。うん。で、バックフォーローダーに乗って、これはあれでしょうね。この後ろ側のショベルで、土を、埋め込んでよっていう形でしょうね。あ、今前の操作になってるのか。だから、これかな？完全リセットですね。走行モードに変えて、ちゃんと支えないとダメよと。
うん、これでやりますよ、これで。このショベルで。え？これは？これが多分邪魔で、前のショベルで、ここに押していくっていうのも、なんか難しそうだし、エリアを土で埋めるが 39% もう進みましたね。え？ちょっと入れるだけで良いの？もうちょっと続けてみましょうか。全然埋まらないじゃんって思ってるんですけど。63。いや、全然土残ってるんですけどね。いや、なんか全然説明もないから、これで合ってるのかすらわからない。押せるんだこれ。何かで吸い押さえられたような感じに綺麗に埋まりましたけど、これはハペさんの力か。でリセットして走行モードに戻してください。はい、誰の力なんでしょうね。え？え、ここで走ってディーラーまで走行？ディーラー、ここ？あ、ディーラーにまだ行けてないのか。お、あ、この車両に乗り換えろっていうことか。こちらで準備しておきました。砂利祭地上でコンクリートを、また読めなかった。まあ、これもナビしてくれてるでしょう。よし、ここですかね。結構遠いですね。え？ここに入ればいいのかな？あ、なんか上から。三角を長押しするか。コンテキストメニュー近くを開いて、なんか変なアイコンを選択するとコンクリートを報酬します。とりあえずカメラ変えて、はい。入ってる？違うのかな？もうちょっと前じゃないとダメっていうこと？ああ、そういうことか。そりゃそうだ。こんなぐらい？見えないぞ。ああ、入ってますね。あ、ずーっと長押しとかないといけないんだ。あ、で、これで 100% まで、入れれば OK と。
いうことですかね。押しすぎると溢れちゃうのかな。満タンです。あ、怒られちゃったから、説明が、あ、1万円以上なんかお金取られた気がする。この作業はあれですね、かなりお金がかかりそうですね。なるべくやりたくないかな。よし、ではあとはこれでコンクリートで埋めてあげれば終わりと。近くで泊まり込んで、近くまで寄る。はい。このチュートリアルの説明は長いな。右放出ですね。だからこっちで押して、これかな、脱雪。OK? これで。あ、今回ちょっとあれだな、このチュートリ必要な真ん中のメッセージはすぐ消えるくせに、読み終わったものも読み終わ邪魔なんですよ、この今のこのチュートリアルっていうメッセージが。絶対届いてなかったっすよね。ん？片枠の近くで止まり、3、2、ほらもう、ここの、3、4。え？まさかこれ中に入って良いっていうことですか、これ。片枠の外をちょっと乗りますね、うん、そしたら。あ、今ちょうどゼロになってる。あ、もうちょっとバック、ここ？ OK、 これ外出てますけど大丈夫。あ、信用しよう。あ、ダメじゃん。ふどういうこと？これは。もうほんとこのチュートリアルの、ああ、イライラする。この、この出っ張りのところを目指して、コンクリートに注入してあげればいいの？ああ。あ、やっと。え、けどこのままだと大丈夫？え？これチュートリアルだからだと思うんですけど、基本的にはここに車止めて、まあ、ギリギリでこう流していって、こっから流していって、で、あと何かでこう伸ばしていくみたいな感じと思ってたんですけどね。ああ、けどさっきまあ上に乗ってもいいように、網があったから、実際はコンクリートにこのタイヤとか触れてないんですかね？めっちゃ触れてるように思ったんで、早く出ないとと思ったんですけど。まあ、よしとしますか。ペトハナス。
company back when the town was flourishing. Most businesses here are family-owned, like this one. It'd be a shame if they had to shut their doors because they're no longer profitable. Of course, things look pretty bleak if no visitors are coming to town. But you know what? Joe and I had a great idea that may sound a little crazy, but we have to give it a shot. Take the broken tank to Joe's motel. Then I'll fill you in over there. See you soon. なんかモーテルから何かを取ってこいって言ってましたね。ほとんどガス切れです。出発前に燃料を補給しましょう。ガソリンはどれだ。あ、青のゲージか。一番左側のゲージですね。どっちだ。トラック乗ったことないんで、給油口が右左というかどこ、なんかそういう口が見当たらないな。見当たらないっすね。まあそういうのは気にしなくていいのかな。まあどっちでも行けるように真ん中に行きましょう。あ、ここでもう、あ、近づけばこうなるんだ。で、はい。で、給油すればいいと。で、100% なるまで給油すればよいとね。これはガソリンは安いな。で、モーテルまで走行する。あ、取り付けた看板のところですね。モーテルっていうのが。そうか。ん？モーテルの後ろに駐車する。どこだ？あー、しまったな。あ、またハベさんいる。ここで次何をしようとしてるんだ。オッケー。この錆びたタンクを使って何かしようとしてるのかな。There's a place that we already set up for our plan. We just need your help to put the final piece in place. We should be finished by morning. Uso から出たし。フラットベッドトラックに乗る。あれ？あれ？錆びたタンクが、なんか UFO っぽいものに切り替わってますね。いや、そんななんか、そんな細工じゃ来ないよ。この街は変な街だ、みたいな感じで終わりそうな気がしますけどね。なんかこの UFO のあれを、なんかどっかに吊り下げて、あ、この街は UFO が出てくるみたいな、それで客寄せしようとしてんのか。うまくいくのかな、それで。ライトを、ライトを、これか。
ットライトをつけます。なんかちょっと間違って、あれですね。リセットしちゃいましたね。え？事故現場？ここか。よし。じゃあ、事故現場。到着ですね。事故現場ってなんだ？ここに駐車する。はい。バックフォーローダーに乗る。これかな？溝。ああ、前にありますね。何をするんだ？これで押すとか？これ何をすればいいんだ？ああ、やはり掘削だから、やればいいんですけど、この奥を削らないといけないのかな？ちょっとこれ以上いけるかな？行ってもよい？ちょっと大丈夫かな？これで、モードの変更できる？ああ、できますね。ここら辺を掘ってやればいいのかな？こうして。ああ、そういうことか。ということは、このなんか UFO っぽいやつを、あれなんですかね。埋めるのかな？しかもこんな夜遅くにやっていいのかっていうところはありますけどね。お、ここで 100% になりましたね。マークされたエリアを片付ける。ああ、間違った。これで、走行モードに戻して、え？エリアを片付けるとは？ああ、そういうことか。離れればよかった。で、オブジェクトを設置する UFO。やっぱこの中に入れろっていうことか。よし、じゃあ、モードの変更をして、お、ああ、これでまたマイナスになるかも。あ、よかったよかった。なんか物ぶつけると罰金扱いになってそうですからね。え、これを、まあ一応もうちょっと奥の方に、ここら辺で良いかな。もう終わったらオフィスに戻ってきてください。ちょっと話したいことがあります。嫌な言い方するな。まあ悪い会社だとあれですね、
なんてことをしてくれたんだって怒られるやつですね。まあそれはないことを信じて戻りますか。まあけどこういう時こそファーストトラベルやめましょう。勝利落ちするかもしれないですけど。よーし。もうちょっと右なんですね。話したいことがあるところは？お？ああ。会社まで走行したよ。そこじゃないといけないのか。あ、ここでいいっすね。めっちゃ眩しい。ハペさんと話して。Keep our mouths shut and see what happens. But one thing's as certain as the sun rising in the morning. The people in this town love rumors and headlines. Soon everyone will be talking about the glowing object from another world. I'm sure of that. And all thanks to your help. Good job. Listen, to be honest, I'm pretty satisfied with what I've done with my life. My career has been rock solid.But I also think it's high time that I retire. My business is small, but in good shape, and it needs someone to pick up the reins. And I honestly can't think of anyone better for this job than you. So, what do you say? I'd stick around for a while to help until you're on your feet. Deal? Oh.で、ハペさんの会社を購入しないといけないと。Congratulations on running your very own company. If you wanted to succeed, you should stop by regularly and familiarize yourself with everything. I recommend you first take a close look at the upgrade levels and start meeting the goals listed there. It's the only way to qualify for the big jobs in town, so you can someday leave this place behind.You should also take a look at the vehicle fleet and the finances to see what it takes to manage your construction equipment and get an overview of your financial situation. But the most important thing is fulfilling the orders. It's the only way you can make money to keep expanding your business and afford new construction equipment. So get to it. Running a company isn't an easy job, but the best way to start is by getting started.The rest will work itself out. Trust me, and I'm still here for you. お、株式会社ウナパンっていうのが見えてますね。あれ、会社買ったのにお金増えてる。待って。何をするんだこの後。会社。ビジネスを成功させるには、会社を運任せではなく着実に経営しなければなりません。ここから会社を持続的に成長させるための管理を行うことができます。はい。アップグレード。アップグレードレベルには S、M、L があり、それぞれ会社の規模と全体的な成長度を表しています。各レベルに達すると特定の強化要素が利用可能になり、獲得次第アンロックすることができます。なるほど。アンロック済み、面接ヘルパーとか、融資とかっていうのは、アンロック済みなんですね。でなんかスキルレベルが上がりましたみたいなこと言ってたんで、これなんかできるでしょう。ミッションをクリアしゲーム内を探索することで経験ポイントを獲得します。一定数の経験ポイントを獲得するとあなたはレベルアップしてスキルポイントを受け取ります。なるほど。利用可能スキルポイント1。これはビジネス感覚。仕事を完了することにボーナスを。これでしょう。よーし。
はい、やれること見ていってまずキャンペーンやろうかなって思ってたんですけれども、会社のアップグレードのところを進めていきたいので、次回からですね契約の方を少しずつ進めていきたいと思います。はい、では今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。